はい、どうも、めっちゃ麻雀したい、ミストです。はい、本日はですね、今、大津高校のテンプレ編成の中で、ほぼほぼ代用不可となっている、めちゃくちゃ強い3キャラについて語っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はじめに言っておきますと、まあ、この3キャラ、特に甘露寺さんですね。甘露寺さんを自前で持ってないよっていう方は、ほぼほぼフレンド枠固定になってしまうと思いますので、そんな方は今回の大津高校のデビューガチャを引いた方がいいかなというふうに思ってますね。ちょっとこればっかりは仕方ないレベルで、甘露寺さんはね、マジで代用効かないです。はい、ということで、まあ、この3人についてね、まあ、順を追ってお話ししていきつつ、まあ、かろうじてね代用になるキャラを、まあ、提案できたらいいかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひ最後までお付き合いくださいということでね、まあ、この甘露寺さん見ていくんですけども、筋力打撃の前イベですね。はい、で上限がパワー上限プラス6、ストローク上限プラス2というところで、まあ、上限はまあ別にいいんですけども、で初期評価が、75とね、そこそこ高くて、得意練習ザップもしっかりと持っていて、で、固有ボーナスで敏捷ボーナスと筋力練習改革、はい、これが大きいですね。はい、で45で筋力ボーナス30ということで、はい、もうちょっともうぶっ飛んだ性能をしております。はい、まあこの筋力ボーナスのねぶっ飛んだ数字も筋力不足をねかなり補ってくれますので、大津高校でめちゃくちゃ活躍してくれます。はい、それに加えてね、しっかり筋力練習改革まで持ってますからね。本当に筋力練習持ってるキャラの中では、まあ、今ダントツで頭一つ抜けてるかなという感じですね。はい、でね、前イベの筋力打撃ということで、まあ、大筒練習を起こす、まあ、条件もしっかりとね、兼ね備えてるということで、マジで今代用効かないんですよ。はい、という中でですね、まあ、妥協に妥協を重ねて、かろうじて、まあ、代用できるかなっていうのが、まあ、今回の、まあ、大津高校のデビューガチャで出てくる、まあ、飯野くん。はい、初強化高くてね、筋力唾液練習持っていてね、テーブルもねそこそこ強いので、まあまあ代用に一応なるかなっていう感じですね。はい、ただ筋力練習改革を持ってないので、そこはどうにかする必要があります。はい、もうねこの筋力練習改革持ってるのが偉すぎるんだよね。前イベのまあ唾液筋力練習のキャラで筋力練習改革持ってるキャラっていないんじゃないかな。はい、ということでね、まあ、そこはちょっとサポートとかで補うしかないですね。はい、まあ、あとはまあレフトだったり、まあ、シュバリエとか、はい、まあ、を使っていく、まあ、あとはこのね野原ちゃん、まあ、野原ちゃん持ってる人もまあ少ないと思うんでね、はい、まあ、そこら辺を、まあ、うまく使っていく形になるかなというふうに思っております。まあ打撃キャラは、まあ、割と豊富ですんでね、まあ、演武とか、はい、優秀なキャラたくさんいるので、まあどうにかなると思うんですけどもね。まあちょっと筋力練習持ってるキャラってなるとだいぶね、今現状前イベとなると少ないと思いますので、はい、まあ代用かろうじてできるのがいいのアレフト、シュバリエあたりがまあ現実的かなというふうに思っております。はい、まあ持ってないという方はもうフレンド枠で借りなきゃダメですね。はい、っていう感じでございます。はい、で次2人目かなおちゃんですね。走塁打撃の前イベとなっておりまして、上限が走力上限と肩上限プラス4、はい、で初期評価が80と高いのが優秀ですね。はい、さらに大津高校でね、嬉しい練習効果アップ 30%、 はい、これ大津練習を強くしてくれます。で得意練習アップが 30% に加えて固有でもありますんで、まあ、40%50% あるということでね、もうマジで大津向け、逃走強化でも強かったんですけども、まあ、大津高校にバッチリハマるね、
キャラかなというふうに思っております。で、まあ総理大輝なので、大津練習のね条件もしっかりとね満たしてくれておりますので、はい、まあ全てを兼ね備えてると言っても過言ではないですね。前部の総理練習持ちのキャラの中では頭一つ抜けてるかなというふうに思っております。で、カノちゃんはねとっておきの代用キャラがいます。はい、配布キャラで全員45確定の、はい、こちらですね。はい、サンタシドレミーということでね、彼女がめちゃくちゃ優秀でございます。ミート素力上限プラス2で初期評価が75なんですけども、固有で初期評価アップ持ってますんで、まあ、85-90あたりになってると思います。はい、で得意練習アップ 30% 持っていて、練習効果アップはね、まあ、50よりできない、というところでね、まあ、15% しかないんですけども、まあほぼほぼ同じ性能と言ってもいいんじゃないかな。はい、まあ可能が精神ボーナスに対して、まあ、筋力ボーナス持ってる、これある意味プラスに働くかもしれませんからね、筋力不足になりやすいという方とかはですね、まあ、サンタシドレミ、使いやすいと思いますし、まあ、個人的にとっておきのね代用キャラかなというふうに思っております。はい、大津で欲しいねテーブル全部持ってますんでね。はい、まあ、ちょっと筋力が微妙っていうのはあるんですけども、まあまあまあ筋力微妙でもね、拡張能力が今どうにかなる時代なんで、まあ、そこは目をつぶっていいんじゃないかなというふうに思っております。はい、でまあ他は正直あまりパッとしないんですけども、まあ、野原ちゃんもいいですね、筋力走塁というところでさっきも紹介しましたが、あとまあ鉢この鉢植えどもんも、走塁鍛錬なんですが、はい、初期評価そこそこ高くてですね、走塁練習改革まで持っていて、得意練習アップも 20% で、練習効果アップもね 20% 45でありますので、まあ鉢植えどももね、走塁練習で困ってる人からしたら、まあ、全然ありかなというふうに思っております。さっきも言いましたけど、まあ、打撃練習の枠はどうにでもなりますからね。はい、まあドボンちゃん使ってあげてもいいかなと思っております。はい、まあサンタシルミが、お手軽かなと思ってます。全員45で持ってると思いますからね。はい、で次3人目、私も悩んでおります。こちら南極です、わーちゃん。はい、もう彼女がもうマジで唯一無二すぎるんだよね。はい、メンタル肩の後イベ、はい、これこの時点で唯一無二ですね。はい、で守備上限プラス2、補給上限プラス4、はい、でテーブル的にもですね、得意連作 20% 持っていて、45で練習効果アップが 20%、はい、50になると基礎ボーナス技術ボーナスが12だったかな、入る性能をしております。はい、でちょっと待ってくださいね、覚醒が多分フレノさんいるんで、あ、はい、見せてもらいましょう。まあこれ見た方が早いですね。50で技術ボーナスが12、はい、で覚醒すると SR でやる気が 50%、 タックボーナス PSR 40% つきますということでですね、本当彼女がねマジでね、肩メンタルっていうのが偉すぎるんですよね。はい、彼女1枚いるだけでだいぶデッキ編成の幅広がると思います。はい、後イベのねメンタル肩ということでもうねパーフェクトなんですよ。なんでちょっと一刻も早く復刻ガチャ出してほしいんですけどね。まあ最強決定戦期間中は出なさそうかなとは思っております。はい、でまあこのワーチャに関しては完璧な代用キャラはいないですね。唯一無二なんで、後イベのメンタル方っていうのが、はい、なのでどうしても肩メンタルって組み合わせがないので、はい、まあ無一郎だったり、まあ茅野だったり、はい、まあ、あとはマレフィセントクロセーラー、ワールド友沢、はい、あとは野球マン、麦わらナッチとか、はい、まあ佐伯を使うとか、そんな感じになっちゃうかなというところですね。私もまあもうわーちゃんの枠は佐伯で今のところどうにかしております。はい、まああとはね、ララちゃんとかもメンタル鍛錬なんですけど、得意練習率アップが高くて練習効果持ってますからね。はい、ララちゃんなんかもいいかなとは思っております。
はい、まあそんなところですかね。はい、なのでまあこの3体持ってないないし甘露寺さんは持ってないという方はですね、まあもう一度言いますがデビューガチャ引いて、うささきちゃんと翔太か、はい、六馬翔太、はい、を確保して自前で編成するってのが、うん、今現時点ではいいと思います。はい、まあね、新キャラも続々とこの後追加されるので86も近いですし、まあ、そこから本気出すっていうね考えで今我慢するっていう形を取るのも、まあ、全然ありかなというふうに思っております。今大津高校を全力で楽しみたいという方はまあそんな形でですね今言った代用キャラ等をですね駆使してぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、っていう感じでね今回はまあ私もねちょっとワーチャー持ってなくてね持ってないというか、うん、PSR で持ってなくてちょっとねうわーってなってるところですね。はい、まあ、ちょっと、雑談という形で、お送りさせていただきました。チャンネル登録したいという方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。